プレーンホワイトティーズとは、アメリカ合衆国イリノイ州出身の5人組、ポップロックバンドである。メンバーの見た目は若いが、実は、結成から15年以上も経つベテランバンドであり、若い世代を中心に高い人気を誇っている。2007年に発表した彼らの代表曲、ヘイゼアデリラが、全米シングルチャートで1位を取ったことから、一気に、スターダムへとのし上がった。ちなみに、 この曲は2008年に開催された第50回グラミー賞にて最優秀楽曲賞と最優秀ポップディオグループの2部門にノミネートされている。1997年にトム・ヒッケンソンが高校時代の友人であったデイブ・ティリオ、ケン・フレッチャーと共に結成。それから数年後にスティーブ・マスともバンドに加わった。バンド名は純白の T シャツのような クールなバンドになりたいという思いから、プレーンホワイトティーズと名付けられた。なお、結成時のメンバー構成は、トム・スティーブ・マスとケン・フレッチャー・デーブであり、現在のメンバーとは大きく異なっている。その後しばらくの間、熱心に地元のイリノイ州でのライブ活動を行いながら、着実に知名度を上げていった。しかし、1999年に入ると、 トム・ヒフ・ケンソンが車での交通事故を起こし、腎臓と肺が破裂する重傷を負ってしまう。彼が回復した後にバンド活動を再開。そして2001年に初となる自主制作音源アルバムカモン・オーバーを発表。写真手前トム、奥はティム。それから約1年後の2002年には2枚目となる自主制作音源アルバムストップを発表している。 その直後にデーブ・ティリオがドラム担当からギター担当へと変更。これに続く形で、この後バンドメンバーの大幅なメンバーチェンジが行われた。まず、スティーブ・マストがバンドから脱退したため、新たにティム・ロペスが加入。さらには、ケン・フレッチャーがバンドから脱退したために、新たにマイク・レトンドとデマー・ハミルトンが加入している。その後、間もなくして、 アメリカ大手インディーズレーベルのフィアレスレコードと契約を結び2004年5月にデビューアルバムの制作を開始したそして2005年1月25日にファーストフルアルバム All That We Need e d を発表2006年に入るとモーションシティサウンドトラックと人気バンドとのツアーを経て大手メジャーレーベルのハリウッドレコードへと移籍そして同年9月12日には セカンドアルバム、エブリーセカンドカウンツを発表し、全米アルバムチャートにて最高10位を記録。直後に、同アルバムからのファーストシングル、ヘイトを発表し、全米シングルチャートにて最高68位を記録した。2007年に入ると、同アルバムからセカンドシングルとなる、ヘイゼア・デリラを発表。すると、全米シングルチャートにて2週連続1位を記録する。 大ヒットを記録。またドイツ、カナダなど各国のシングルチャートでも1位を記録。同年7月にはアメリカの大手ラジオ局で最も放送された楽曲にも選ばれた。このヘイゼア、デリラの大成功を受け同曲を収録したセカンドアルバムエブリーセカンドカウンツの人気が再燃し、結果的に全米で50万枚以上を売り上げるヒットを記録。 ゴールドディスクに認定された。2008年2月10日に開催された第50回グラミー賞においてヘイゼア・デリラがベストポップパフォーマンスグループにノミネートされた。2008年9月23日にはサードアルバムビッグバッドワールドを発表し全米アルバムチャートにて33位を記録。このアルバムからは1、2、3、 4とナチュラルディザスターの2曲のヒットシングルが生まれている。2010年に入ると、映画アリス・イン・ワンダーランドのサウンドトラック、オールモスとアリスにウェルカム・ツー・ミステリーという楽曲を提供。その後、12月7日には、ニューアルバム、ザ・ワンダーズ・オブ・ザ・ヤンガーもリリースされた。マイケ・ミア、ホール・アート・ボーイに続くのは、こいつらだ。と、多くのメディアからも書かれている通り、 一般的にはエモやポップパンク系バンドだと紹介されることが多い彼らだが実際には親しみやすいポップなメロディを全面的に押し出したポップなパンクロックでありあえてジャンルを述べるならいわゆるパワーポップに近い音楽性であるまた彼らの作詞のセンスには目を見張るものがあり遠回しな表現を一切せず直接的に感情を表現しているところが 同系統のバンド群とは大きく異なる。例えば、ヘイトという曲の強い言葉で申し訳ないけど、君のことが大嫌いだという意味の一節など。セカンドアルバムまでは、いわゆるポップパンク、エモ系の楽曲を中心に作ってきた彼らだが、サードアルバム以降はさらにポップで落ち着いた楽曲が増えるようになる。同時期にリリースされた楽曲、1、2、3、 4を筆頭に、ポップロック、フォークロックあたりの影響が強く受けたサウンドが多く、以前のような失踪系の楽曲は少し影を潜めるようになる。1999年に交通事故を起こし、腎臓と肺が破裂する瀕死の重傷を負ったと無駄が、この出来事がバンドの成長に大きくつながったと本人は語っている。この事故で死ななかったことが逆に僕に、 生の強さと尊さを与え、プレーンホワイトティーズの音楽性を内面から高めたのだと、ありがとうございます。